疲れ、ほっといても毎日やってくるだるさ、眠気。現代社会を生きる私たちはこの疲れにどう抗っていけばいいのだろうか。見てこれ、可愛くない？犬走り専用お皿。はい、そういうわけで今日もいつもと変わり映えのない朝食をとっていきます。これを食べて今日も一日めちゃめちゃ頑張っていくと思ったんですけど、今日は休暇にすることにしました。リフレッシュ休暇です。ちょっとね、体が疲れてるのを感じたからね。ちょっと今山に来てて、今ウォーキングしてます。お前疲れてるのにウォーキングするんかいって話なんだけど、運動負荷の低い運動をすることは体をね、休めることにつながりますね。回復を促すことにつながります。しばらく散歩した後ね、ちょっと後でサウナに寄ろうと思います。ちょっと今日は昼飯全然食えてないから、まあ食欲がないからいいっちゃいいんだけど、ちょっとこれだけ食べようと思います。俺もスキーめっちゃ得意やったで。10年以上滑ってないけどな。はい、サウナ行ってきました。疲れたな。はい、これ買ってあげました。これ好きなんだよね、美味しい。さて、サウナが疲労回復につながるかどうかなんですけど、実は疲労回復につながらないっていう話をね、お医者さんがしてますね。結構ね、体への負担が大きいみたいです。現に1時間サウナに入ると150キロカロリー消費するみたいなんで、今日私は30分入ったんでね、75キロカロリー消費したということになります。でもやっぱサウナ入るとなんか疲れ取れる感じするじゃないですか。なんかスポーツやった後とかめちゃめちゃサウナ入りたくなるんですよね。昔ね、野球やった後とかめっちゃ友達とサウナ行ってたからね。で、サウナの効果、一番大きなデトックスだと思いますね。体の老廃物を出してスッキリするんですよ。仕事場がゴミで散らかってるよりも片付いてた方が仕事の効率上がるじゃないですか。それと一緒で断捨離なんですよ。サウナは体の断捨離です。今日のおやつは素焼きや、素焼きミックスナッツや。お夕飯の前半戦は豚汁と納豆でヘルシーにいただく。いや、豚汁がヘルシーかどうかは微妙だ。今日はストレッチをめちゃめちゃやったよ。サウナの中でもやったしね。ストレッチは筋肉疲労に非常に有効ですね。回復を促します。そして予防効果も高くて、例えばランニングで膝が痛くなる人多いと思うんだけど、まあ俺もそうだったんだけどね。ストレッチしっかりやるようになってから全然痛みが出なくなりました。マジでおすすめです。疲労回復につながる具体的なアクションプランベスト3。第3位、サウナでデトックス。第2位、低負荷な運動を行う。そして第1は、ストレッチしまくって体を柔らかくする。みんなもこれらを行って疲労に徹底抗戦だ。夜ご飯後半戦は見覚えのあるハンバーグとサラダと宇都宮餃子。これ全部食べたわけじゃないけど、ちょっと食べ過ぎた。今日は疲労回復デーということでランニングなしでやってみました。摂取カロリーとしては夜ご飯ちょっと食べ過ぎてしまいましたが、トータルの摂取カロリーがこのぐらいなら問題ないでしょう。三島一号、手術に成功だ。